ういう動作してる。そう、よく内部とかね。これは外転、内転中。そう、この動き、これ5回やって。4、5、はい。で、トップ。で、今の。トップから、今の、うん、そう、これ。こうしてるとしたら、こういう動作してるから、こうなったら、こういう動作。そうすると、こうなっちゃうから。そうなっちゃうから。それは、こうじゃなくて、こうとか、進展、こういう、曲進展って、こういう動きが必要。でも、こちらの動作が弱いわけ。そう、そっちばっかなの。このポジションからスイッチを押すだけで、多分全部仕上がる。ちょっとスタンス2倍にしてみて。2倍にさ、やりましょう。はい、で、トップ行って、はい、倒して。すげえ。これの方がやりやすい。やりやすいの。ポン、そう。極端なし、こういう動き。これが一流選手としてそう。で、そのままじゃあ今の、このままフィニッシュ。倒して、そこから倒して、はい、頑張って。そう。そう。そのままフィニッシュ、一気に入っちゃって。そう。倒しちゃった。そう。結構ツアー選手に合わせるとこの辺になるわ、素振りして、それは手元はこっちだから単純にこっちも走るよってなる。こんな前の人いるんですか？いるここから。そう、ちょっとやってみて。ちゃんと今右足倒して、パンって右足倒す、倒して時間差作って、ほら、あ、ちょっと待って。いや、なるでしょ。これが上手い人、逆に言うとこれがここに当たってるとかで、ここで最下点、ここで当たってるわけ。ほら、完璧。これ完璧ね。でもこんだけ分かるとさ、もう素振りとかでだいぶ面白いでしょ。そうすると大体の人がなんでコース行くとダメだとか分かっちゃうの。すぐなるか。あ、じゃあ。そう。でしょ。で、これが面白いのが、こっちに落とさなきゃと思ってるから、普段こうするでしょ。そうすると、こうじゃなくて、左手がこっち、内線入ったままこう来ると、シャンクする。こっちはシャンクしちゃう。だから力抜けばシャンクしちゃう。みんなやっぱり頭の中では、ここだとやっぱそう、体をこう使ってうまく打とうとしてるけど、道具が大事なのがいかに分かる。これうまい、これです。うまい、めっちゃうまくなってる。そうめちゃくちゃいい。いや、どうせ練習するならチアードとかアプローチ、これの方がいいでしょ。そう、いいでしょ。そうで、これあれば素振りでできるから。